ははなるほど、興味深い。ねえねえ、誰か来るよ。本当だ、この辺りでは見たことない顔だな。いきなりで悪いが、あんたここの人が第七位王子って人はどこにいるか知ってるかい？え？それは俺だけど、君は？おっと、名乗りもせず悪かったな。俺の名はクーガ、異端審問官さ。異端審問官。どうしたんだエルフィレス、異端審問官って一体？信徒が誤った信仰を持っていないかを調べ、正しい信仰に導く役目を持ったイリア教会の者たちのことですが、教会と袂を分かった私を捕らえに来たのかもしれません。なんだって？あんた聖騎士のエルフィリスか。確かに異端のリストに見た覚えがある。やはり。構える必要はないぜ、お嬢さん。俺は教会と異なる意見を持っただけで異端と思うほど単純じゃないんでね。異端審問官の言葉とは思えんな。まあな、よく言われる。俺は異端の異端審問官なのさ。花壇の整えられた花が美しいのと同じく、野に咲く花も美しいってことさ。噛んだ美しい。ああ、ちくしょう。決めのセリフで噛んじまった。やれやれ、無理をして柄にもないことを言おうとするからだよ、クーガ。お？ハインバルト、お前今までどこに行ってやがった？何？ちょっとした野暮用だ。野暮用？おいおい、なんてこってだ。余計な真似はするなと言っといただろう。余計じゃない、大事なことだよ、僕にとってはね。ったく、お前ってやつ。なんなんです、あなたたちは。僕はハインバルト、真理の探求者さ。魔術の研究とかをしているやつだ。たまに俺の仕事を手伝ってもらっている。異端審問官と魔術研究者、一体なぜこの城に来たんだ？ああ、ちょっと込み入った事情があってね。俺は異端審問官としてヘシウードという村の調査をしていた。異端審問官として？さすが、察しがいいな。ヘシウド村は女神イリア以外の何かを信仰していたと思われる村だったのさ。信じるものが違うだけならいいが、それが邪悪なものなら放っておけない。俺みたいなやつの出番ってわけさ。そんな村があったとは。ああ、村ぐるみでってのは初めてだ。だから慎重に調査していたんだが、ある日一夜にして村から住人が消え去っていた。村人が消えた？どういうことだ？残念ながら俺にもわからない。わかるのは俺が行った時
村はもぬけの殻だったってことだけさ。魔獣か何かに襲われたのでは？どうかな。争った跡や逃げ出した形跡はなかった。何の痕跡もなく208人の村人が消え去っていた。 208？ そんな数の村人が？痕跡がないというのは嘘だね。情報は正確に伝えるべきだよ、クーガ。そうだな。村に残されていたものが2つあった。一つは ラトニーというこの娘だ。209人の村人の中でただ一人村に残っていたんだ。それなら彼女から事情を聞けばいいのでは？それができれば楽なんだがな。ろくに口も聞けなくなっているんだ。よほど怖い思いでもしたんだろう。そんな、かわいそう。とにかく異常な事件だ。だが、幸い俺にはこういうのに強い相棒がいたってわけさ。相棒ね。僕の相棒を名乗るなら、もう少し観察眼と思考力を身につけてほしいところだがね。でも断らなくてよかったよ。まさかグリモルス・デックスをこの目で見られるとは思わなかった。グリモルス？村に残された二つ目の痕跡、それが幻の魔導書グリモルス・デックスだ。断片を記した写本が残るだけで、完全な書は失われたとされていた。まったく嬉しい誤算だよ。ヘシウドの村人たちはそのグリモルなんとかの魔術を使った可能性が高いらしくってな。そう、事件の真相を究明するためにはグリモルス・デクスを読み解く必要がある。だが解読に資料が足りない。だから禁断の図書館を呼び覚ますことにしたのさ。禁断の図書館？それに呼び覚ますって一体？グリモルス・デクスの中にはあらゆる禁忌を収めたといわれる図書館についての記述がある。その図書館は遥か古代に何者かの手によって封印されていたのだ。まさかその禁断の図書館の封印を解こうというのか？もちろんさ。どれほどの知識が詰まっているのか想像するだけで興奮する。ああ、楽しみだ。楽しみだと？誤解しないでくれ。図書館の封印を解くのはこいつの趣味のためじゃない。消えた村人たちのためだ。それに禁忌と言われるなら審問官としては確かめなくちゃならないしな。なるほど。でもその話をなんで俺たちに？実は図書館の封印された場所ってのがこの近くらしいんだ。あ、長くこのお城にいますが、そんな話聞いたことがありません。当然だ。僕の見立てでは図書館の封印はこの城ができるより昔の話だよ。正常ができるより前？ま、そういうわけだ。ちょっと騒がすことになるかもしれんので一言挨拶に来たってわけさ。消えた村人、それに禁断の図書館か。クーガ、ハインバルト、俺も一緒にその図書館に行かせてくれ。なんだって？どんな危険があるのかわからないんだぞ。承知の上だ。
この城の近くに危険な場所があるなら、城を守る者として放ってはおけないよ。OK、 いいだろう。自分の責任から逃げない奴は嫌いじゃない。責任から逃げない奴は人生からも逃げ出そうとしない奴だからな。今度。また今度。にゃ。いつまでバカをやっているつもりだね。時間の無駄だよ。早く行こう。おい、うろうろして時間を無駄にしたお前に言われたくはねえぞ。心外だね。僕は時間を無駄にしたことなんてないよ。よく言うぜ。今まで何度お前のせいで時間を無駄にしたことか。そのセリフ、そのままお返しするよ。つい先日も。口喧嘩をしながら言ってしまった。大丈夫なのか彼らは。さあ、悪い人たちではなさそうですが。とにかく俺たちも行こう。ここが禁断の図書館か。本当に聖城のすぐそばにこんな建物があったのですね。奇妙な造りの建物だな。まるで何者かに強引にねじ曲げられたかのようだ。なんだか見てるだけで目が回りそう。見た目なんて些細なことだよ。見たまえ、この壁を埋め尽くさんばかりの本。表紙だけで心惹かれる本ばかりだよ。さすがはグリモルス・デックスに、あらゆる禁忌と真理を収めたと書かれるだけのことはあるね。おい、アインバルト、興奮してる場合じゃねえぞ。早いとこ何か手がかりを見つけてくれ。何か手がかりとは随分乱暴じゃないか。もっと具体的に。ん？なんだ？ドラゴンなのか？何を言っているんだ？ああ、何が何だか、まるで意味がわからねえ。今のことは、自由のことより驚いてるの。わざわざ及ばせるの。なるほどね。彼とは気が合いそうだよ。おいおい、ハインバルト、お前こいつが何を言ってるのかわかるのか？まあ、要するに無知の者には理解できないと言いたいようだね。はあ？なんてこった。またそれ系のやつかよ。お前だけで十分なんだろうな。まあいい。おい、ドラゴン、一つだけ聞くぞ。お前は俺たちの敵か？いかにして敵と申すか。敵中に裁かれなく、互いに知られるなく、我の灰の翼に囚わし悪事を、もう空に囚う責なし。少なくとも僕らの行動を邪魔するつもりはないってことのようだね。まったく、
いちいち面倒な物言いをするドラゴンですね。でも敵じゃなくてよかったよ。ドラゴン、君の名は？ドラゴン、あるいはの、あるいは大胆、あるいは黒きの、さらにいずれも僕に呼ばれたのよ。やるべきだ。君はずっとこの図書館の中にいたのか？ここは女神より古き、安価な魔女を抱える神廟。次の愛主祖師は、ささげらしくもつ。我もくもつ、あの愛主を持つ。どうせせしごく。玉座の目つけらし、絶対の主らし。女神より古き、遥かなる主を称える神廟か。つまりイリア以外の何かを信仰するための建物ということかな。おい、まさかヘシウド村で信仰されていたのは。おっと、材料が揃わないのに憶測で物を言うのは危険だよ。だがなかなか興味深い符号ではあるね。おい、ニャル、お前の知ってること洗いざらい教えてもらうぞ。俺の技の魔法施設へは遠く、本家より森の松に奇麗はあまたする。確実な結果は似たものが下記に水に注ぐごとし、失礼に収まるが難しいことを理解しようとするより周りに目を向ける方が早いとのことだ。アドバイスとは親切だね。いや、ほんとよくあんなので何を言ってるかわかるよね。全くです。ただ言い方は難解でもアドバイス自体は単純なものですね。ああ、彼の言う通り、これだけの本が周りにあるんだ。その中に手がかりがあるかもしれない。でも、数が多すぎだよ。こんなに読むなんて頭が痛くなりそう。いいこと教えてやるぜ、お嬢ちゃん。難しいと口にすれば、途端に物事は難しくなる。だから、その代わりに俺にはできるというべきなのじゃ。噛みながらかっこいいこと言われてもな。さあ、張り切って調べようぜ。はあ、これだけの本を読むのはさすがに疲れますね。難しい本ばっかりで頭痛くなっちゃう。ちょっと休憩してお散歩しよう。あ、そうだ、ねえねえ、ラカミ、私と一緒にお散歩しようよ。うん、え、さいさい、行ってこい。でもあんまり遠くに行くんじゃないぞ。あ、うん、さあ、行こう行こう。いやー、本当に変な建物だね。ね、ラトニラトニー、どうかしたの？
どうした？なんか今あそこに誰かがいたの。突然うーってうめき声みたいなのが聞こえてきて。あそこ？本棚があるだけで誰もいないよ。うめき声なんて。まさか本が喋ったとでも言うのか。冗談は羽だけにしてくれ。どうしたんだ、クーガー。この図書館は数百年は封印されてたって話だろ。それにしてはこの近くに並んでる本だけ妙に綺麗じゃないか。え？本当だ。まるでついさっき作られたばかりのようだ。一体何の本なんだろう。これは。何これ。他には何も書いてない。何なんだこの本は。殿下、その隣にあった本ですが、これを見てください。こっちは全てのページが同じ言葉で埋まっている。おいおい、冗談じゃないぜ。一体どこのいたずら小僧の仕業だ。いたずらで済めばよいのだが、この周辺の200冊くらいは奇妙な文面ばかりです。とても単なるいたずらとは思えません。200人の消えた村人を探したら200冊の不気味な本を見つけたって。たく、ジョークにもならないぜ。なかなか面白い観点だね、ハインバルト。面白いって何がだ。つまりその本こそヘシウド村の消えた村人たちってことさ。冗談じゃない。そんなバカな話があるか。200人の村人が一夜にして消え去るのも十分バカな話だと思うがね。そこの妙に新しい本の数を数えてみたまえ。208冊だ。そう、208。消えたヘシウドの村人と全く同じ数というわけだね。ですがそれだけでは。もちろん今のところは推論さ。だが、そんな、本当に人間が本に。一体どうしてそんなことに。落ち着け。人間が本なら本も人間だ。クーガーの言いたいのは、人間が本になったのなら元に戻すことだってできるってことか。そう、それだ。おい、ハインバ。残された魔導書、呪文、新たな世界、供物、失敗した、いや、成功なのか。実に興味深い。おい、ハインバルト、自分の世界に入ってる場合じゃないぞ。早いところ何とかしないと。今のところどうしようもないよ。やはりもう少し調査範囲を広げるしかないね。範囲を広げるってどうやって。この図書館は幾重もの封印が施されているようだ。その封印を解けば
調査できる範囲が広がるだろう。その封印はどうしたら解けるのですか？簡単に言えば、いろんな場所で様々な手がかりを手に入れれば解けるだろうね。おい、いくらなんでも簡単すぎるだろう。まあ、ここで本に埋もれているよりは性に合ってるか。そう言うと思ったよ。君たちはどうする？もちろん行くさ。本当に村人が本になってしまっているなら、助けないわけにはいかない。よし、早速出発だ。人生ってのは無意に過ごすには長すぎるが、大切なことをするには短すぎるからな。今度図書館からの帰りかい、クーガー。ハインバルトは？あいつはまだ本の山に囲まれてるよ。まだまだ先は長そうだからな。俺はちょっと一息入れに来たのさ。そうか、俺たちももっと手伝えればいいんだけど。この城に部屋を用意してもらっただけで十分助かってるさ。それにラトニーの言葉だ。ああ、ラトニーか。少しずつ回復してるみたいで俺たちも安心したよ。城に置いてもらえたおかげだ。何せ賑やかだからな、この城は。俺だけじゃどうなってたことか。これはラトニーの声。一体何が？お兄ちゃん。一体どうしたんだ、ラトニー。夢？どうも彼女は毎日同じ夢を見てるらしいんだ。ヘシウード村の村人たちに追い立てられ、最後には影に、黒い影に殺される。殺される？夢とはいえそいつは本当じゃないな。ただの夢ならいいんだけど。そういや前にハインバルトがマナの乱れが夢に作用することがあるって言ってたな。奴に話を聞いてみるか。あの人、気味が悪いのはわかるが、そんな悪い奴でもない。それに腕は確かだ。仕方ないが、黒い影、まさか。村に帰らなきゃ。村？ヘシウド村のことか。一体どうして？わからない。でも大切な何かが。大切な何かか。よし、ラドリー、村には俺が行ってやる。お前は何の心配もすることはない。子供には綺麗な夢が必要だ。夢は心を羽ばたかせる大いなる注射だからな。やっぱり噛むのか。ここがヘシウードの村。一夜にして208人の村人が消えてしまった村。そう聞くと恐ろしげに聞こえるけど、こうして見ると普通の村だな。誰も人がいないことを除けばね。
わざわざ来た意味があるのか。図書館の調査の方が有益じゃないか。詰まった時は現場に戻る。現場百遍、捜査の基本だろうが。僕の趣味じゃないね。君一人で来ればよかったんだ。冗談じゃない。お前を野放しにできるもんか。図書館で何をしてるかも分かったもんじゃないからな。何？まるで僕が何かを企んでるみたいな口ぶりだ。一体どんな推理の結果なのか興味があるね。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。ほら、手がかりを見つけに行くぞ。この村には長い間イリア教の教会がなかったんだが、数年前に教皇庁から司祭が派遣されたんだ。村人たちが女神以外の何かを信仰していたなら、ここにいた司祭は村の中で唯一の異端者だったはずだ。なるほど。ここには他とは違う情報が眠っている可能性がある。クーガーにしてはいいところに目をつけたね。俺にしては余計だ。怪しいものがないか片っ端から探していくぞ。しかし、怪しいものと言われても難しいな。こういう時は隠す側の立場になって考えてみるのさ。隠す側？誰が何を隠してるの？司祭は村人が何を信仰しているのか探ろうとしていた。だがそれを村人に知られるのは避けたかっただろうね。何せこの村で唯一の異端者だ。いざという時、自分の身を守ってくれる者は誰もいないのだから。つまり何かを知っていたとしてもそれを隠していたってわけだ。そうか。司祭が村人の秘密を知っていて、そのことを村人から隠そうとすれば、村人が近づこうとはしないところに隠すはず。例えば、こんなところに隠し扉が。奥に部屋があるようです。こんな手の込んだことまでして隠そうとしたものか。楽しみだね。とにかく中に入ってみよう。これはこの村の司祭の死体か。なんて無の死に方だ。とてつもない力でねじ切られでもしたかのようだ。一体誰が。ひとまず司祭の遺体を埋葬しよう。その後は家探しだ。何か手がかりがないか部屋を調べるぞ。さて、何か手がかりがあるといいんだが。そんなに広くもない部屋ですから、みんなで手分けして探せば。あ、ねえねえ、これって。これは司祭の日記だ。日記か。死んだ後に日記を覗かれるなんていい気はしないだろうが、重要な手がかりだ。悪いが見せてもらおう。四流の月13日、このヘシウド村に女神イリアの教えを広めるため赴任してしばらく経つ。成果は芳しくはない。彼らには彼らが信じる何かがいるようなのだ。イリアを拒む邪悪なものでなければよいが。霊竜の月25日、今度村に異端審問官が訪れるという。
それを知ってか村人も動揺している。審問官は時に苛烈な審問もするという話だ。イリアの教えを持たぬ者には恐ろしく感じるのも無理はない。救済のために祈ると村人が言う。女神への祈りではないのだろう。一体何に祈ろうというのか。霊竜の月28日、村人たちが集まり夜空に向かい何かを唱えていた。ツッとヒュコウ、ツッとヒュコウ、テブゼアエアエラテブゼア。この呪文が何か私にはわからない。ただ恐ろしくてたまらないことだけは確かだった。ここでは私こそが異端者なのだと強く感じた。群竜の月5日、村人たちは死者が現れたと言った。儀式が始まり救済が訪れるのだと。私には信じられなかった。あの黒く不気味なものが救済の使者だなどと。だがそれを口にすれば私は村人に追い立てられやがて殺されるだろう。あ、女神よ、我を救いたまえ。私は見てしまった。あれが儀式、あれが救済。嘘だ、あんなものが救いなわけはない。大いなる力に掴まれ閉ざされる。人が人でないものになっていく。嘘だ、人が歪む。私ねじれ黒悪夢混沌、奴が来る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 。全ての元凶死者、奴が来る。ニャルラトホテプか。ニャルラトホテプ、あの野郎、やっぱりなんか企んでたんじゃねえか。ですが長い間図書館と一緒に封印されていたのでは。では日記のニャルラトホテプとは一体何者のことなんだ。こんな名の者が二人いるとは思えないが。それも図書館のニャルラトホテプに聞けば何かがわかるはずだ。それもそうだな、さっさと帰って問い詰めて。それまでにもう少し情報を集めておきたいところだね。ともかく急ごう。大変だ、クーガー、ラトニーの様子を見に正常に戻るって言ってたのに、どうしたんだそんなに慌てて。慌てもするぜ、正常にこんな書き置きが残されていたんだからな。書き置き？私の夢に出て私を殺そうとする黒い影、確かめに行きます。私を殺すのはニャルラトホテプなのか確かめに。ニャルラトホテプだと？確かめに。まさかラトニーは一人で図書館に行ったのですか？俺たちも急ごう。ラトニー、どこだ？ラトニー、ラトニー、ラトニー。 あそこに倒れているのはラトニーじゃないか。いけない、怪我をしている。クラ、治療を頼む。はい、
ぐに。ラタリン、大丈夫か？一体何があったんだ？ニャルラとホテプが襲って。なんだと？やはり危険なドラゴンだったのか。危険なドラゴンなら放ってはおけない。すぐにニャルラとホテプを探そう。これは魔導書なのか？ニャルラとホテプを倒せる呪文、書いてある本。どうしてそんなことが？ニャルラとホテプが言ってた呪文、唱えられたら消える。ニャルラとホテプがそんなことを、本当なのでしょうか？魔導書ならハインバルトの出番だな。おい、はい。あれ、あいつどこに行った？そういえば図書館に入った時から姿が見えない。この大事な時にあいつ何考えてんだ。仕方ありません。私にも多少の心得はあります。魔導書を見てみましょう。悪しき者フーズル。なるほど、確かにこれは封印の呪文の書かれた魔導書のようです。それを唱えればニャルラとホテプを封印することができるということか？おそらくは。お願い、それを。私、ニャルラとホテプ殺される。ラトニー、よし、わかった。いや、それはやめた方がいい。本にされたくないのならね。ハインバルト、今までどこに。いや、それより、なぜニャルラとホテプと一緒にいるんだ？君たちと一緒では彼と冷静な話はできないと思ってね。ニャルラとホテプと話だと？一体何を企んでいる？企んでなどいないよ。僕はただ真実が知りたいだけさ。ハインバルト、君はさっき本にされたくないならと言ったね。どういう意味だ？そのままの意味だよ。君がその魔導書の呪文を唱えれば、おそらくここにいる全員が本に変えられるだろう。ですが、この魔導書には確かに悪しきものを封印すると。ここはあらゆる禁忌を収めたと言われる禁断の図書館だ。善悪の基準が僕らと同じだと思うのは危険だよ。そして何よりも危険なのは、少女の姿をした者の言葉に惑わされることだ。それはラトニーの。そう、全ての元凶はその少女、いや少女の姿をした者だということさ。そのラトニー君はヘシウド村の少女ではなく、このニャルラトホテプも村を破滅に導いたものではない。何だって？ヘシウド村の村人たちが書物となったのは、司祭の日記によれば儀式のためだ。儀式を先導したのが救済の使者。日記の記述によればニャルラトホテプということになる。そうだ、だからニャルラとホテプを倒さねば。村で儀式を行ったのは
ここにいるニャルラトホテプではないよ。数百年の間図書館と共に封印されていた彼にそんな真似ができるはずもないからね。そういえばニャルラトホテプは言っていた。一人の名、一つの顔に収まらず。まさか。そうだ、よく覚えていたね。つまりここにいる彼とは別にニャルラトホテプという存在がいるということさ。まさかそれがラトニーだとでも言うのか。なぜそんなことがわかる。冷静に考えてくれ。ヘシウド村の村人はラトニー君と殺された教会の司祭を含め209人。ヘシウドの村人全員が本になったなら本の数は209冊でなければならない。しかし実際には208冊だ。それはラトニーさんが助かったからでは。そうだね、当初はそう考えられた。だが司祭の死体を見ただろう。司祭が本になっていないのなら本はもう一冊少なくなければならないはずだ。そういえば一体どうして。誰も助かってなどいないということさ。村人は一人の例外もなく本になっているんだよ。それなら209人から司祭の分を抜いてちょうど208冊だ。ではここにいるラトニーは一体。そもそもラトニーなんて人物は村にはいなかったという可能性が一つ。いや、そいつはおかしいぜ。俺は村の名簿でラトニーという名前を確認している。では残された可能性は一つだね。つまりそこにいるラトニー君は真っ赤な偽物ということだ。偽物？今僕らの目の前にいるラトニー君は救済の使者と村人に呼ばれた存在が姿を変えたものだ。そう、ニャルラトホテプがね。姿を変えて僕らを騙し遥かなる主の生贄に捧げようとしていたのさ。そうだろ、ラトニー君。違う、あの人、嘘は、あの人はニャルラトホテプと同じ。クーガー、助けて、クーガー。それは無理だな、ラト。そんな、なんで私の味方じゃ。味方？俺は誰の味方でもない。ただ真実の味方なだけぞ。奇妙だと思ったよ。お前はニャルラトホテプに襲われたと言ったな。だがただの村娘がドラゴンに襲われてあの程度の怪我で済むのか。確かに治癒した時私も違和感を覚えていました。その上ニャルラトホテプは肝心の魔導書を奪いもしなかったんだ。なぜだ。答えは簡単。お前はニャルラトホテプに襲われてなんかいなかったからだ。アインバルトの言うように俺たちを騙そうとしていたってわけだ。さあラトニー君、いやニャルラトホテプ、それとも救済の使者と呼ぶべきかな。観念しな。おとなしく村人たちを元に戻すんだ。
お許しを。ハムシは自ら火に飛び込んでこそ甘美なる煮えたるもの。我が不明、お許しを。遥かなる主よ。ここは煮えたちのねぐら、遥かなる主の君。何時、その身を捧げよ。捧げよ、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 捧げよ。ち、いよいよ本性を現したか。おい、そっちのニャル、お前はどうする？どっちの味方だ？モラルは混沌、夢に自由。今社会の者を苦する理由はなし。何時、主の社会の責任を忘れたか。社会の夢に混沌、主なり、何時なり、我がに重なるの一つにあらず。なんだかよくわからねえが、こっちのニャルは敵じゃないみたいだな。彼には彼の目的がある。少なくとも今は敵ではない。ならば倒すべき敵はお前だけだ。行くぞ。はあ、これでも暗いな！なんて強さだ。無にして無限、死人を殺せないのと同じように、ニャルラトホテプを倒すのは無理ということか。そんなだからといってこんな危険な存在を放ってはおけない。呪文がある。ニャルラトホテプをこの世界から消滅させる呪文が記された魔導書を手に入れた。はあ？そんなものがあるならさっさと。それができていれば苦労はない。まだ解読しきれていないんだ。ではどうすれば。一旦引こう。ハインバルトが魔導書を解読できるだけの情報を集めるんだ。逃がさぬ。盗賊室に呼び覚ましたの何時、我が足を踏み入れたのも何時。何時のみ主の食卓に調査されるべきもの。何時、その身を捧げる。閉ざす鍵、何時、彼方のうつつにあれ。キソエラツトセアトナ、キソエラホットソナクを。我は混沌、我は死ぬも存在、閉ざるにして体が暗黒の朝に覚める若者を起こす。我、遥かな満足に初夏の新たな権利、あなたの顔、あなたの目、あなたの、あなたの。
呪文が効いたのか。ったく、最後まで薄気味の悪いやつだったぜ。みんな、周りを。え？ここは村にいたはずなのに、どうしてこんなところにいるのかしら。あれはヘシウド村の人たちか。元凶のニャルラトホテプを倒したことで本にされた人たちが戻ったようですね。自分の消滅で解除とは単純な魔術だね。そういう手抜きをするのは良くないな。もっと緻密な魔術式にするべきだ。おい、お前はどっちの味方だ。ここは素直に喜ぶところだろうが。みんな、ほら、あそこ。ここはラトニー、無事だったか。おいおい君たち、今のラトニー君に言ったところで分かりはしないよ。まあいいじゃないか、嬉しいことに違いはないんだから。あの、よく分からないけど、私すごく怖かった。ずっとずっと苦しくて怖くて。お兄ちゃんたちが助けてくれたの？ありがとう、お兄ちゃんたち。おっと、こいつは予想外の報酬をもらったぜ。可憐な少女の笑顔ほど価値にあるのにはいないからな。さて、村人たちの無事も確認できたし、あとはこの図書館をどう始末するかだな。元のように封印することはできないのだろうか。始末？封印？君たちは何を言っているんだ。なぜ図書館をなくす必要がある。どう見ても危険だからだろうが。冗談じゃない。危険がなんだ、こんな愉快。もとい、貴重な書物を失うなんて僕には耐えられない。結局お前の趣味じゃないか。ほら、うだうだ言ってないでさっさと外に出ろ。嫌だ、僕はテコでもここを動かないぞ。ガキみたいなこと言ってんじゃねえ。こら、本棚にしがみつくんじゃない。いやだ。はあ、ニャルラトホテプを追い詰めた人と同一人物とは思えませんね。まあ、やるべき時にはやる人物ということじゃないかな。ん？考えてみれば、始末だの封印だの言っているが、君たちはどうやって図書館を封印しようとしているんだい？そりゃ元と同じように。この図書館を封印していたのは巧妙を聖地にして複雑極まりない魔術だ。君たちだけでそれを再現できるのかな。お前は協力するつもりはないってことか。なめられたもんだな。強引に協力させる方法だってあるんだぜ。勘違いするな、僕にも無理なんだよ今のところはね。だが研究を重ねれば可能性がないとは言わない。この図書館の本を読み込んで研究を重ねればね。さあどうする？人の足元見やがって。おじ、どうする？この図書館があって一番迷惑するのはあんただろ。そうだな、ニャルラトホテプを倒して
当面の危機は去ったようだし、別のニャルラトホテプは残っているんだな。よし、お前は責任なく逃げを探すべきなし。あっちのニャルラトホテプとは考え方が違うようだね。少なくとも人を本にすることはないだろう。こう言っているし、しばらくはいいんじゃないかな。よし、そう来なくては。君のその寛容さが事件を解決したと言っても過言ではないね。調子いいな。さっきまでブツブツ言ってたのに。いや、本当のことさ。君たちのその優しさがあればこそ、偽のラトニー君も油断をしたのだからね。そうでなければあんな強引な方法で呪文を読ませようとしたりしないよ。なんだか複雑ですね。罠にかけやすい人物と言われているような気も。そうかもしれないが、それでも俺は疑うよりは信じたいよ。だからこそこうして助けられもするんだ。人生ってのは疑念の連続だ。だが疑っていては他人の手はつかめない。信じる者だけが友を作れるのさ。なんだ。いや、噛まなかった。僕の目的はただの一つ、真実さ。君に聞きたいことがあってね。不確かな真実、疑う目からざる虚構、出づかぬ一瞬記録、伝えるは表裏の枯れた一枚の心。君の言葉が信用に足るかどうかは僕が勝手に判断するさ。君は自分のことをこう言っていた。陛下に嘆く天責だと。自由のない身を嘆いていたわけだ。這い回る翼にとらわれとも言ったね。這い回る翼とはラトニー君に化けていたニャルラトホテプのことだろ。今や図書館は数百年の封印から解かれ、這い回る翼も消え去った。君にとってはいいことずくめだ。これは君が狙ったことだったのかい。僕らもあのニャルラトホテプすらも気づかないうちに君の望み通りに動かされていたんじゃないのか。マロシ、我が声にこだわるもの。マロシ、我が意を殺すのに華々しい。万事の存在の問題、あるいは体に関しての問題。僕の存在？僕が君を理解しすぎるからといって何の問題がある。万事、我が意を殺すのに華々しい。深淵を返すのは深淵に逃げ出すもの、あるいはあるいは深淵そのものであるかだ。